はいどうもトモキーです。今回はエピック装備でハンター、ウォリアー、アサシン全てにおいて強い、そういう装備を作ってみたいと思います。はい、それではまずメインで使う武器、こちら獅子の誇りを使っていきます。ラッシュアサシンを意識した装備で、こちらラッシュアサシンのチェーン可能数が1増加プラスラッシュアサシンダメージを 20% 増加しております。はい、2つ目の武器、こちらミノタウルスのラブリウス、こちらいつも使っている装備なんですが、オーバーパワーアドレナリン消費マイナス1プラスそれに、ダメージ 100% の、ライフ上限 25% こちらをつけております。はい、それで弓はこちらツタの弓を選びました。こちらメインはハンターダメージの弓なんですが、ハンターダメージ 25% それの、守備力マイナス 15% は、最初からついています。なのでハンターダメージはすでに、アップしてるんですが、それに、レジェンド彫刻に、全ダメージ 15% のライフマイナス 15% こちらを つけております。はい、それでは、今回のメインとも言うべき、防具ですね。こちらエピック装備なんですが、メインに、ウォリアーダメージついていて、さらにハンターダメージ、アサシンダメージもついた装備を全ての箇所に揃えてみました。はい、それでは今回の装備で、ダメージがどれだけ、アップしてるかというと、こちらハンターダメージは32,600、はい、こちらウォリアーダメージは23,600、はい、アサシンダメージは259,200となっております。はい、それで今回の装備エピックで、ウォリアー、ハンター、アサシンと全てのダメージがついた装備を選んでるんですが、それだけで、このダメージは、出ません。どこで調節するかというと、こちらアビリティの熟練度ですね。はい、こちら、ハンターならハンターダメージ、ウォリアーならウォリアーダメージ、こちらアサシンならアサシンダメージをちゃんと振っております。はい、さらに余ったポイントで、こちらクリティカル率、はい、さらに、クリティカル、ライフ最大時のクリティカル率などを振っております。はい、詳細データなんですが、こちら基本特性、こちらすごいです。ウォリアーダメージが 296%、 アサシンダメージが 278%、 ハンターダメージにおいては 301% アップしております。はい、それで熟練度で振っているのがこちらクリティカル率 20%、あとライフ最大時のクリティカル率 28.4% となっております。はい、それでは試していきたいと思います。いきなり傭兵ですね。はい、一撃。はい、それではミロスのこちらですね、トリピティトリデ。はい、では早速やっていきたいと思います。どれだけ強くなっているのか検証です。はい、普通の敵はね、弱い敵はもう一撃ですね。ちょっと離れた敵ラッシュアサシンでいきます。ラッシュアサシンのチェーン数もアップしてるんで、結構いけるんじゃないかなとは思ってます。これ指揮官かな。あ、指揮官っぽい。あー、一撃です。指揮官も一撃。10ティカル出なくても出ますね。巨漢も一撃。はい、今回経験値アップが目的なんで、一応難易度は、イージーでやっております。なんでどんどん買っていきたいと思います。はい、巨漢も一撃だと思います。一撃ですね、やっぱり。はい、巨漢も一撃。はい、指揮官の1個、指導者の1個。
ラッシャースピン。一応チェーン数アップしてるんだけど、さすがに多い。数が多かった。一応基本ウォーレア装備なんでね、攻撃、普通の攻撃強いですね。はい、巨漢も一撃。はい、それで一応ね、弓もね強いんですよ。32,600なんで、ちょっと撃ってみたいと思います。一撃ですね、やっぱりね。普通のザコは一撃37万とか出ますね。まあクリティカル入ったんですが、37万、24万、クリティカル出ないで24万。はい、来ております。傭兵一撃。はい、一応ダメージ2倍のあの彫刻だけでも強いんですけども、普通にね、全部の箇所に、ダメージアップついてるんで、はい、ウォーリアーハンター、アサシン、すべての、はい、項目ついてます。なので、どれをとっても強いって感じですね。はい、一気にやっちゃったんで、あっさり攻略ですね。あっという間。戦いを避けるには隠れない。はい、傭兵一撃です。はい、今回は、こんな感じで、検証、結果になりました。かなり強いですね。弓も強いし、普通にアサシン攻撃で大体一撃。基本はね、ウォーリアータイプの装備なんで、殴りもめちゃめちゃ強いです。はい、それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。はい、何かやってほしいことなどあればコメントよろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございます。また攻略や、解説動画やっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。